半世紀生きた、もう働きたくないピロエンです。おはようございます、9月11日の朝10時半です。それでは今日もよろしくお願いします。はい、今日のお昼ご飯は昨日スーパーで買ってきたお弁当です。オムライスの弁当です。いただきます。今日のお菓子はマロンタルトです。これは何やパスコってところかお菓子です。パスコって何だよ、引き締め製パン、なんか眠たいわ。ちょっと30分ほど寝てました。寝た。もう、もう。今日の晩ご飯のチキンカレーを作っていきます。はい、材料切ったのでカレー粉とか、全部ぶっ込んでいきます。じゃあレンジにかけていきます。じゃあカレーできました。ご飯も炊けてます。じゃあ、準備します。はい、チキンカレー完成です。いただきます。いただきます。11日の支出ですが、コンビニで買い物何本ぐらいしたっけ。結構なんかコンビニとか、1000円ほど使ってますね。コンビニ2回行って1200円かで、あと薬局行ってティッシュのボックスセット、360円か。買い物してますが、これペイペイのチャージ分から払ってるので、今日の支出には入れません。なので預金残高は変わらず526万2382円です。はい、今日はあのゲームのモンスターハンターワールドのイベントが始まりましてね、結構美味しいあのアイテムが出る
クエストが始まったので、それやってました。はい、それでは動画ご視聴いただきありがとうございます。ピロヤンでした。ではまた明日。